はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます、アルです。トゥームじゃないからゼルダの伝説ですね。よろしくお願いします。いつかね、この盾で盾刺しましょうね。地図、ここの2つを制御装置をどうにかしないといけないんですけれども、まあ、ミファーの加護はね、また俺復活しているので、いつでもね、死ねると、いくらでも命を粗末にできる。嬉しい。まあそれはそれとして、この宝物は確か弓だったんだよね。弓はいらぬが、上へのねルートが欲しいですよね。じゃあどうすればいいかっていうのはね、まあ、さっぱりわかんないんですね。ただ天井がっていうかさ、やっぱ穴があるんで、危ない。どこかしかをやっぱりぐるぐる回して、あ、そっちか。まあただ天井に穴があったとてなんですよね。天井に穴があっても俺行く術がないですよね。なんかもうちょっと考えないといけないのでしょうが、ね、進展ないと厳しいよね。下手にここ降りるわけにもいかねえし、あ、ごめん、またおかしいった。この首が折れたからって、だって別にね、何もないもんね。じゃあこの時に上見る。いやー、何にもねえんだよな。まさかさ、これライフで受けてさ、いやーありえないな。ライフで受けてもな、どっち回した俺、こっち？もう一周か。もうちょっとお待たせで、エレベーターが降りてくる、俺が乗る。どこを見渡しても、でも何にもねえんだよな。上にはもう登れないしな、上昇気流もないし、上昇中ってできないしな、俺。この中とかは何もないもんね。実は中入れたりすんのかな？ここのさ、よいしょ、下とか。実はこうやって。こうやって。無理にさ、こう、どこかないの？どうなってる？ああ、死んじゃった。なんかどうもなってなかったよね。ヒント聞けないのがなかなか厳しいね。回す。ミファーの祈り、いつでも使えるよ。なんで？ありがとう。何かないとな。難しくねえかっていうか、超絶難しいんだけど。ここが多分ね、一番簡単そうなんですけどね。なんかやった感じは、だって敵、いや、危ねえ。敵いないし、ね、そんなに強い敵いないし。まあこうやって壁壊すだけでもいいし。ルートとしてそんなにね、困難な感じでもないし、あそこ、この奥行けたりすんのかな、実は。よし、開けてみ。
ここで開けてミーナ。ここさ何もなかったんだよね。あれ？あ、これじゃ電気通ってないのか。1212、こうだ。こうすると多分電気が通ると思うんだよね。ね、ここが開くでしょ。ここが開くからなんだっていうことなんですよね。このレーザーがなんか意味あんのかな。いやーでも開かねえしな。俺ダメージ受ける？受けないね。実はこれさ抜けたりしないから。抜けないか。ビタロックが反応しないか。宝箱は動けるもんじゃないか。こいつなんかないのかな。ちなみにここはどこなの。あ、お尻か。お尻を引っ叩いても特にどうにもならないよね。ん？いや、大丈夫か。ミファーの祈りはね、もう受けているので、いつでもね、ダメージは負えるんですけれども、トゥームレイダーと同等で難しいな。多分ね、なんか見落としてんだよね。すごく単純なことをね、きっと見落としてるんだと思うんだよ。それがね、なんだか分かりゃ苦労ね、こっちは全く苦労しないんですけど、あそこの宝箱も気になるんですよね。どうやって取るんだろう。実は普通にこう取れたりすんのかな。ここをこうやってやって手前に頑張って移動させると折れるとかね。ここからじゃあもう一回こっちか、奥まで行かせて、俺が行かなきゃダメ。立って奥まで行かせてやめるとブチってならないね。まあいいや。上に行く方法、上に行く方法、上に行くからって言って上見てたらダメかな。下を見た方がいいこともあるのかな。何にもねえんだよな。あの外から見えるね、黒いドロドロ、あれをね除去できれば何の問題もないんですよね。で、ここのね、砦でもらえたのが爆弾矢だと。でも爆弾矢であっても爆弾使うところがもう見当たらないっていうのもまだ事実だし。よいしょ。で、電気は伝わってないのも事実だし。じゃ、とりあえず。電気、例えばじゃあ電気を起こしてその後何かまた別のことをしないといけないっていう可能性もあるか。でもここはな、首を動かすだけのね場所だと思うんで、そんなに込み入った、ね、感じはしないと思うんですよね。首動かしてエレベーター動かして、で上の制御装置だけ、それで終わりってことないと思うんだですけどね。でもここはドロドロ、ここもドロドロ。中から侵入、中からっていうか侵入させないためなのか。でもね、そことそこはエレベーターがさ繋がってるんですよね。
だからどうにかすると下に行けるはずなんだけど、でも実際問題上には無理だよな。やっぱどうにかして上から侵入するしかない気がすんだよな。でもここから飛んで裏回るなんてさ、こんなことやらせるかねっていう。で実際ね、目玉があるかっつったらないしね。見える？なんかこれがね、オーバーブラッド2とかだったらさ、ね、爆弾で自分が吹っ飛びながら、これなんかさ、いやダメか、このドロドロとかってさ、なんか攻撃とかできないのかな。ドロドロ、ごめん、ドロドロそれ自体は何をやったって無敵なのかな。無敵キング、ちょっと無敵すぎやしませんか。例えばそうね、この状態で回すと何かが起これば、それでん？今通路が動いた？気のせいか。ねえ、この辺ぐるぐる回すと実は目玉が飛び出てくるとか、そういう演出があってもよかったんだけど、特に見えないよね。何もやっぱ起きない、まあ、足踏み入れてもいいけど中にはやっぱ入れないよね。私が守る。うん、ダメだね、やっぱ上からじゃないのか。戻っては来れる、戻っては来れるけど、あ、やべ、また動かした。難しいな、20分か。ジェット注目とかも多分ないもんね、このゲーム。あそこが怪しいぞみたいなことをリンクが特に何かね、やってくれる感じもないから。あぶね。じゃあもう一個あるとしたら逆側、ここもさ開かないんですよね。ちょっと回してみる。しばらく回してみて、ここがさガンって開いたりしても、まあそれはそれでいいけど、まあそういうこともなさそうか。ここは閉じるっていうことはないのか。ここなんだっけ、マップのありかだったっけ。じゃあ俺上登りたいんで、もう一回ねちょっと回してもらって。回ってない、俺は何でも言うけど俺が回ってんじゃねえんだそこは。どこかから登るか、登れないか。じゃあ一周回らせて、1,2,3,4,5,6,7,8,9。ちょうどおあつらい向きの、この穴ぼこがなあるんだから、絶対ねそこから仕掛けると思うんですけどね。よし、もう一回。でここのもう電撃ももう揃っているんですよね確か。今はまだ揃ってない、ちょっと待ってね、用意するから。これを奥にやって、でこいつを奥にやって、
で、こいつをこっちに持ってくる。で、最後にこいつをこっちに持ってくる。それをすることによって、あー、いけそうな気がする。ちょっと待ってね。じゃあこれ外すね。これビタロックで、あー、やっぱ動くよね。だからビタして、リモコン、あ、別にリモコンバックだ、いらないのかな。無理にこうマグネキャッチでどうにかなるか。でもさ、俺裏に登らなきゃいけない。これはなんだ。あ、ここがこうなってんのか。最終的に、あれでも繋がってないよね、電気。こう。どうだ。これでとりあえず。よし。でも、これでも足りなくない？もうちょっと？もうちょっとなんかいる？あぶねえ。電撃ビリリになる。これだってさ、距離的に、おっと、無理があるよね。届くの？届かないよね。もうちょっと。振り向かず行かないといけないでしょ、これが。もうちょっと。もう譲りたくないな。こう。で、走る。どうよ。よし。あ、これいける？あ、いけた。よかったー。これでうまくいかなかったらどうしようかと思ったよ。あれ？あ、ちなみにこれ、リモコン爆弾でいけるんですか？これも。ちょっと試してみていい？投げる。起動。俺が吹っ飛んでんだけど。あ、おはようございます。もうちょっといいですか？投げていいですか？うっそ。わかったよ。君にもうとっておきの武器を用意してあるから。な、間近でね、ぶち抜きトルネードはちょっとかわいそうですけど。痛そう。ごめんな。そこまでするつもりはなかったんだが。ああ、エレベーターが、あ、待って、そこにも目玉がある。これは爆弾でやれるでしょうね。え、昨今の爆弾事情ですから。ほい、はい、やったよね。よしよかった。まあ、だからなんだって話なんですけどね。エレベーターで下に降りるっていうのも、あ、なあ、敵だ。剣を持て、剣を。どれが一番弱い？ライデンの剣？違うな。ガーディアンナイフが一番弱いのか。いやー、でも騎士の槍だな、今だったら。リーチが長いってな、それだけで大事。いや。これ届かなくねえか。あ？あ、見られてる。あぶね。あ、なんかさ、俺ダメージ受けてないんだけど。なんで？まあいいや。とりあえずエレベーターで降りられるとこに降りてって、宝箱があるけど、そうではない。ん？敵がいるね。まず爆弾で崩してしまいましょうか。はい、さようなら。でもこれがなくなって、あ、それこれでエレベーターからアプローチが、あ、なに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 、
なに、君は一体。昔ね、サイレントボマーっていう爆弾をたくさん使って敵をぶちのめすゲームがあったんですけど、設置系も割とやれます。あれ、これさ、こうしてさ、俺と遊んでくれるんじゃないこれ。うっそ、これ俺がこれをこさ置くことに はまってんけど。よし、ダメージ受けてやったぞ、俺の勝ちだ。ちょっと処理しよう先にと思ったんだけど、ちょっと敵がね強すぎるんで、俺の爆弾が弱すぎるのか。でも実際ここを見るとただショートカットができるようになってるだけなんですよね。とりあえず宝箱を回収しましょうか。カットしてんのかな。カットしねえとな。だって20分立ち往生だからな。開けろって。古代ネジか。うん、でもこれ多分鉄板でしょ。何かに使える気がするけど、おや、あれはなんだ。こいつは一体用途不明ボール。こいつは一体何に使うんだ。ここに置いてみる。なんか電気を帯びてそう。帯びている。ってことはあの鉄板はいらないのか。でそうすると、まあちょうどいいタイミングで敵がやめてくれやめてくれ、ああ溺れてくる。下に参ります。あ、じゃあここでさ、俺リモコン爆弾でさ、永久リモコン爆弾ゲームできんじゃん。あ、でもこれ来ちゃうかな。走ってくる。あ、俺無敵。あれ、あ、さらば。ここの目玉はどこにある。あ、それ、ちょ待って、うまくいかない。ん、この下にも敵いるのか。てか ここの下なんだろうね。爆弾を持って、置く、起動、当たらない、殴りましょう。あ、いで。あ、いける。よし。金。ああ。で、下に行くと多分敵がいるのかな。俺ガーディアンナイフ拾った？ガーディアンナイフどこやった俺。捨てた？捨てた可能性もあるな。ここは目玉はあるね。よし。あ、遠いな。投げる、起動で、ここのショートカットも OK、 解放できた。でもまだ足りてない。そうすると、あそこのドアに電気を通さないといけないけど、電気の通すための玉がないですね。電気を通すための玉はどこかにあるのかな。迷ったら辺りを見回すけど、ないですね。この目玉なしのドロドロをどうにかしたい。ちょっとこれをさ、うまいこと止まっちゃった。よいしょよいしょ、もうちょっと俺が移動する。よいしょ。でこれを奥にやっちゃって、俺も走っちゃって、で、ドッジボールはちょっとできなくて、先に落っことしておいて、
上に目玉がいるね。あ、それ危なくねえか、俺。よいしょ。で、このサッカーボールを、ここに置いちゃって、で、入っていくと。あ、いだ。ふん、ふん。それ危なくね？よいしょ。ほれ、ほれ。ガーディアンナイフ。うわー、後でいい、後でいいや。はい、はい、ほれ、ほれ。いや、やっぱリーチが投げて強いな、これ。よし。え、なにこれ、爆発に巻き込まれてんの？ガーディアンナイフとか、その武器が。だとするんだったら、ちょっとふざけてるわね。で、ここま、あれ？ちょっと待ってくれよ。このやり方だとさ、この弾がもう一個ないとまずいんじゃねえの？え？知らないよ、俺。やっべえ。弾ないよ。どっかに転がってるのか。ええー。積んだんじゃないの？いやー、無理じゃない？弾なんかなかった気がすんだよね。よいしょ。だってその辺ね、もう転がってるはずですからね。とりあえず起動だけしとこうか。残りの制御端末はあと1個。もう少しだよ。いや、もう少しだよって言ったってそんなことは分かってんだけどさ。あぶね。これで電気は止まってしまった。これもしかして謎どんどん解いていくとさ、 BGM が増えていくの？ヨッシーアイランド方式じゃん。物語が進むと BGM がね、良くなってくって。だとしたら素敵だね。でも俺が今欲しいのはね、弾なんだよね。弾か。これエレベーターだもんね。エレベーターじゃなくて、あ、もう一段上があるのか。もう一段上になんかあったかな。ドロドロはね、なくなったから、まあ、それはそれでいいんだけど。ああ、これ下に降りちゃうのか。なんかないと。ですよね。もしくは、あの、電気をなんかするとっていうか、ちょっと待って、制御端末はどこにあんの？なんか中央？あ、中央じゃねえ。あの、電気を帯びさせた上に、一番上にあるのか。え、じゃあ、どうにかしないといけないけど、ありました。手前に。よし、これでなんとかなるか。36分なんで、どうしよっかな。まあ、謎解きをなんかやりましたっていうのを見せながらね、次回につなげられるといいかな。よし。いや、難しかった。何が難しかったんだろうね。解き出すとさ、すぐ終わってしまうので、何が俺にとって難しかったのかよく分からなかった。よし、制御端末はこれで全部だ。メイン制御装置を立ち上げられるようになったよ。ありがとう。マップをよく見るんだ。新しく光っている大きな印があるはずだよ。そこへ向かうんだけどさ、油断すんじゃないよ。多分ね、ウルボザさんは完全に油断してぶちのめされた口でしょ。かわいそうに。さあ、降りるぜ。で、新しく光ってる。ああ、そっか、このゲームマップ上にマップが、マップじゃねえや、このゲーム上にマップがないのか。なんかすげえでけえ丸がでかでかと俺を待っているよ。あ、危ねえ。あれだね。よし。あ、2連休ぶち壊れたので、これが回収できますね。よし。
もう一回。ほい。BGM がちょっと早くなったかな。ほれ。いやー、よかったよかった。ボス部屋のそういえばさ、これボス部屋どこなのかなと思っていた時期がね、今でした。やっべ、これは次回に回したかったんだけど、またかっこいいやつが出てきちゃったよ。雷のカースガン、かっこいいな。もう気をつけな、そいつはガノンが作った化け物だ。100年前、私は手も足も出せずやられちまった。でもさ、あんたはこんなところで終わるわけにはいかない。そうだろ。そうだな。だがどうすりゃいい。やつの動きは速い。惑わされるんじゃないよ。無理です。早すぎる。あ、俺盾使っちゃった。よし。おい。聞いてんのかい？電気が。あー、治っちゃった。どこだ？あ、強いよ。これ、ミファー様の力がないと、これ、太刀打ちできないでしょ。まあ、ただね、やってると、まあ、うまくね、攻撃避けてまたラッシュしてって感じになると思うので、まあ、それでなんとかやりくりしていくしかないのかな。あ、これもう立ち入ると俺あの戦闘になるのか。次回ですね。やっつけられるかな。